星って聞いただけでなえるわ。星でございます。いや、準備が整う前に殴り切れば、はい、そうはいくかな。じゃあ、ジャケっぽい。じゃあ、ここでやばいな。うわ、ひどい。ハンドがひどい。チャージ&ドロー、はい、ハンドがひどいぞ。ハンドひどいな、これ。何もできないな、これ。フォール。はい。1点。クライマス、残り9。はい。エンド。きつい。ドロー。きついよ、このエンド。先行1ターン目はスクルドを出したいんだけどな。しかも、アルビドルを出すっていう苦肉の策をしてしまった。チャージャンド。ドローで。ゲージ1、ライフ1になります。はい。効果、ベストして、ゲージを1枚チャージします、はい、チャージして、はい、で、どうしようかな、ちょっと考えます。ここからは難しい。リゲルオリオンを効果します、はい、リゲルオリオンの効果使います、はい、手札を、はい、これは手札を2枚まで捨てたら、その星を2枚捨てた枚数分で強い。じゃあ2枚捨てます。で、2ドローで。で、捨てられた効果みたいなのはないですか？大丈夫ですか？今回はないです。今回なかった、そうなんだ。レジェンドなんか捨てるとうまいみたいな、暗黒界みたいな、あなんかそういうところがあるんだよね。ありますね、暗黒界的なのありますね。じゃあ、アストライオス、はい、センターに出た。これロックバーンするつもりか？やめろよ。効果、ゲージを2枚チャージします。はい、じゃあバトルで、はい、あ、でもまだ破壊されないとかどうこうみたいな出てないね。まだそうですよ、ね、よしよし。じゃあアクアリオで全体に行きます。そらっとディゲルオリオンで1点。1点受けた。アストロムス1点。1点受けた。じゃあファイナルフェーズ。やめろよ、やめろよ。ゲージに払って、はい、生誕祭、こいつの効果、コールコースゲージに払って、君の場の星のモンスターを1枚ドロップゾーンに置きます、はい、ストライオスの必殺モンスター、はい、そうですね。で、まあレフトとライトの星は破壊されないで、はい、メインフェーズ開始、自分のメインフェーズ開始時にレフトとライトに、星がいるなら1枚引いて、はい、ライフ1点回復します。なるほど。つまり1枚引いて1点回復、そして1ダメージ。クソだな。2点で、ターンエンドでドロー。やめてくれよ、これ。この状況どうしたらいい、うん、これは取ってたよね。おそらくこれだな。チャージャンドドロー。うわー、ひどい、ひどいぞ。しょうがない、コール、オースラガルド使います。なるほど。ちょっと本当に事故ってる。チャージャンドドロー、ひどい。ちょっと本気で事故ってるな。でもね、こっちのデッキもね、あれなんですよ、あの打点が低いから。バディ装備、ゲージ1とライフ1、バディギフトによりライフプラス1。はい、じゃあ残り何なんですか？これね、ドロップに英雄が7枚いると交換無効って言えるカードがいるわけよ。そうなんですよ、だから交換無効されちゃうと、もうこのアストライオスの破壊対数も無効になっちゃうんで。そうなんですよね。これでも現状、はい、オブロン出すけど6全然足りないんだよね。これでゲージで、ゲージでも多分いかない、いかない。これいっても1,2,3,4,5しかないっていうね。なるほど。でさらに魔法とか打てればよかったんだけど、7枚ですね。7種類じゃない、7枚です、ね、7枚なんですよ。ただまあ現状2パン持ってますと、そういう感じですね。なるほど。でレフトライトは破壊されないって言われてる。真ん中は大丈夫です。真ん中は大丈夫。 OK。あー、もうこれひどい回りだな。それにしてもディシッやられます。いや、2点、2点、4。まあやるしかなかった。エンド、じゃあちょっと待ってください。じゃあエンドフェイズ時、はい、考えます。星降るよ、はい、何が起きますか。サイズ1以下の星を1枚、ドロップゾーンから、コールコースを払ってコールします。おお、はいはいはい。うわー、強い。そして、で開始時、まずドロー、チャージ&ドローね。ドローして、チャージ&
ドロー。あ、でも結構ハンドは使ってますね。そうなんです。今2枚でね。で、ここで一気にドローするわけですね。アストライオスの効果でカード1枚ドローして相手に1ダメージ。強い。はい。アストライオス、まあ、センターのアストライオスの効果で、カード1枚引いて相手に1ダメージ。アストライオス、星の生誕祭の効果でカード1枚ドローして僕のライフを1点回復します。強いなぁ。で、そうやってロックしながら削っていくっていう。その通りです。しかもハンドが増えていくと。そして、強い。行きましょう。大運命、凍てつく精神を。うわぁ、効果が消えた。たひどい。効果が消えていく。ギミリの強い効果使います。レスとして、ゲージ1枚でチャージします。これってもうソウルもカードも全部効果消えましたって。消えましたね。これモンスターだけじゃないのに、確かモンスターだけではないですね。全てのカードのとそのソウルの効果が消える。そうです。そうです。で、ギミリの強いの効果、手札を1枚捨てて、カード1枚引きます。アルビドロしてます、はい、1枚ドローします。アルビドロの効果で、ゲージ1枚チャージしてワンドロー。やべえな。じゃあ進めるがよ。まだ引くかっていう。そうですね。まだ引くのかっていう。残りライフが4、うん、しかもね、ちょっとこのまんまだと多分手札何枚ですか。手札3枚なんですよね、うん、十分止めきれるんですよね。まあそうだね、打点低いからね。そうなんですよ、だから、はあ、なるほど。ソフィアを攻め切りたいプランで、ソフィアの効果使います。はい、手札を1枚捨てて、手札1枚。そうですね。じゃあ、まあ、これ捨てます。いくらでもあるじゃないですか、手札を。そう、はい、そうなんですね。1枚捨てて、テキサーチ、あ、これで精神サーチとかできるんだっけ。そうです ね。で、僕はもう精神貼ってあるので、これを持ってきます。はい、これは、はい、これも設置魔法です。行動の輝き、行動の打撃プラス1、打撃プラス1です。はい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 、うん、で、これを持ってきます。まあ、設置するんでしょうね。その通りです。ゲージ1、ライフ1あります。はい、このまま、バトルで、まあ、ライフ投資に来るよね、多分ね。もちろんです。ですよね。だから、オーストラガルド打ってきます。なるほど。当然狙ってこないだろうと。あ、でもこれで、攻撃を止める魔法を引いたら。まあ、そういうことがありますね。まずセンターに、じゃあ、アストライフス2点。2点。2点か。サイズ0のアストライフスで2点。2点。もらおうか。続いて、謎多き占い師ソフィアで3点。3点になってる。聖杯で止める。はい。生誕祭で3点で、ここでこれをさ、装備変更できるのよ、はい、ただ効果消えてんだよね。これゲージ2払うと2減殺できるのね、はい、ダメージを。だけど効果消えてるから効果使えない、取っちゃう、取っちゃう。で、今引いたのダメコンだったのね。あー、なるほど。遅かった、うん、なるほど。そうすれば地形、多少ね、1ダメージになります。これは設置してないといけないんだよね。ありがとうございました。いやー、すごい、やっぱ強いですね。あと、まあ今回使わなかったんですけど、うん、これがやっぱ強いですね、うん、エリネド。あー、これね、新カードですね。そうですね。無効化しハンド捨てて、で、捨てたらワンドロー、ワンライフ。そうですね。なるほど。これでアルビドロー捨てればもう完璧なんです。アドなんだよね。もう最強のアドですね。むしろアドっていう、はい、2枚ドローできますからね。そうだね。で、ゲージ1貯めて1回復ですから。そうだね、ハンド減ってなくて、まあ、ゲージも貯めて。で、君が攻撃されてる時だけど、まあ、横は放置されると破壊されないって言われてるから。そうですね。だから、まあ、使えるシチュエーションが多いと。多いです。そういうことね。これがあれか、5ワールドのあれに入ってて。そうです、5ワールドのレジェンドで意外と新カードで強いっていうね。いやつですね、はい、うん。結構汎用性高そうだね。そうなんですよね。うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが